ただいまから憲法審査会を開会いたします。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。本日は憲法に対する考え方について意見交換を行います。まず、各会派から意見表明を行った後、委員間の意見交換を行います。全体の所要は2時間を目途といたします。 発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際は、ベルを鳴らしますので、あらかじめご承知願います。また、ご発言は着席のままで結構でございます。なお、委員会の意見交換において、発言を希望される方は、各会派からの意見表明の間に、あらかじめ指名票をお立てください。それでは、まず各会派1名ずつ、各5分以内でご意見を順次お述べいただきたいと 存じます山本純三君はい、自由民主党憲法審査会筆頭幹事の山本純三です今後の憲法審査会の進め方について申し上げたいと思います憲法後76年が過ぎ社会も人々の考え方も大きく変化をし当時想定していなかった事態に直面している以上改めて国民の皆様に憲法はどうあるべきか 考えを伺う時が来ているというふうに思っておりますそこで本憲法審査会としてはまこれまで表明された各会派の意見等を集約し今後の議論の方向性を見出し論点を絞った形で議論を進め成果をまとめ上げていくことで責務を果たすべきだと考えております本憲法審査会は令和4年参議院選挙定数格差訴訟の 最高裁判決について、えー、先般、えー、説明聴取と意見交換を行いました、また、先、えー、の通常国会でも、も緊急集会については4回、合区問題については2回、えー、双方についての意見表明を1回、計3回7回にわたり有権、有識者からの、えー、意見聴取も含めて、活発に議論を重ねてまいりました。 その上で、合区問題等について進め方の考えを申し上げます。合区対象権の投票率の低下は参議院として無視できない民主主義の根幹に関わる重要な問題であること、全国知事会から憲法改正による合区解消と現行憲法の地方自治の規定の充実を求める声が寄せられていること、先の最高裁合憲判決が、 本憲法審査会における議論に触れたことについては、格差の是正を含む選挙制度改革に向けた参議院の努力の一つとして言及されたものと理解し、引き続き本審査会での議論が求められていると考えられることなどから、本憲法審査会において議論を深めていくことが重要だと考えております。ただし、現在、参議議院改革協議会の 選挙制度専門委員会において精力的に議論されていることから、まずはその議論の進展を見てはどうかと考えているところでもあります。次に参議院の緊急集会を含む緊急事態対応について申し上げます。この議論では、我が会派から、緊急集会は衆議院議員の不存在により、国会が招集できない場合に緊急の必要が発生したとき、総選挙により、 衆議院議員が選出され、国会が招集されるまでの間、できる限り民主政治を徹底しながら、暫定的な処置等を可能とするものとの見解を示したところです。そこから参議院の緊急集会は、衆議院解散時のみならず、任期満了後の衆議院議員の不存在も含まれるとの解釈を申し上げました。 緊急集会を開く期間についても、特別国会が開催されるまでの最長70日間との考えを述べてまいりました。その上で、参議院の緊急集会を超えた事態が発生したときに、憲法に条文がないエマージェンシーパワーに委ねることについて、民主・政治の視点からの議論の進展が不可欠であると申し上げました。そして高い派からも 我が会派と同様の意見や、あるいはまた異なる意見が表明され、その後の幹事根では、作成指示を受けて、事務局がまとめた発言内容整理表案が示され、論点ごとに共通点や、あるいは相違点が明らかにされたところであります。そこで、これまでの議論を踏まえ、任意制の下、憲法54条に参議院に与えられた緊急集会、 さらに、これを含めて緊急事態対応についてもしっかりと議論を深め統一の見解を求めていくことはまさに、本憲法審査会の責務であると考えますまたただいま掲げた論点以外にも我が党が主張している自衛隊の明記、教育充実についても具体的かつ本格的に議論を深めていく時期ではないかと考えております。 以上今後の憲法審査会の進め方について申し上げましたありがとうございました辻本清美君立憲民主党社民の辻本清美です本日は国民投票法の議論の必要性を提起したいと思います2007年16年前国民投票法が成立いたしましたが当時私は衆議院特別委員会の委員として国民投票法の議論を重ねてまいりました現在 この頃には思いも及ばなかった事態に直面していると、危機感を深めております。それは、デジタル技術や生成 AI などの進展によって、ディープフェイクと呼ばれる偽画像が社会を混乱させ、民主主義を脅かす事態を招いているということです。今年5月、憲法に関し、何を優先して議論すべきかという、えー、朝日新聞の世論調査がありました。 七項目から複数回答できる調査でした。一位が憲法改正のための国民投票のあり方で46。で、四十六パーセント。二位がデジタル時代における人権保障のあり方で44、四十四パーセントでした。ちなみに、緊急事態時の国会議員の任期延長は18、十八パーセントに過ぎず、七項目目下から二番目でした。この世論調査の結果から、国民は。 デジタル時代の便益も感じつつ、自分たちの人権や生活だけではなく、選挙や会見の国民投票までもが歪められかねないと、危機感を強めていることが読み取れます。先日、生成 AI を利用して、岸田総理らの偽発言を作り出せるアプリがネット上に公開され、一層危機感が高まっております。アメリカでは AI が勝手に自身の改良をはじめ、世論誘導などのコントロールができなくなるといったリスクまで指摘され、来年の大統領選挙を控え、公正な選挙と民主主義を AI の干渉から守る取り組みの検討が始まっております。また台湾では来年1月のの総統選挙を控え他国の関与も疑われる 偽情報が急増してていると言われております先日、G7 議長国の日本は、偽情報拡散を防ぐための対策を重視した広島プロセスの声明文を先日まとめました。さて、そんな中で、2021年、2年前の国民投票法改正のとき、これらのことの懸念も出ておりました。そういうい関係から不のの第4条の2に 国民投票運動等のための広告放送およびインターネット等を利用する方法による有料広告の制限。六国民投票運動等の資金にかかる規制。派、国民投票にかかるインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策の実現を求めることが決議をされております。この改正議論のとき、発議者からは、 不足4条の趣旨として、法改正なくして、会見発議はできない、また、与党の発議者からも、自由と公平・公正、このバランスを回復するために、所要の措置を講じることが必要、法改正が必要ではないかと答弁していることを改めて確認したいと思います。こののの議論よよりもさらにに生,生成 AI によるフェイクなどの 深刻度が増していますので本審査会でこの問題を放置しておくことはできないとえ議論を深めるべきだと提起をいたしたいと思います併せて国民投票法で規定されている広報協議会のあり方についてもえ議論が求められております国民投票が偽情報でねじ曲げられるような状況は憲法改正に賛成反対立場は関係なく 放置でできない問題であると考えます最後に、先日の予算委員会で、私は岸田総理の任期中に憲法改正をという発言を取り上げ、議論をいたしました。私が議会のことは議会で決める、いいですねと念押しすると、岸田総理は議会に任せると同意をされました。立法府の矜持をもって議論を進めていきたいと思っています。 一方、昨日は自民党の会合で、まあ、同様の発言をされたようですが、今、大きな問題が発生しています。パーティー券キックバック裏金問題です。裏金疑惑にけじめもつけられず、憲法改正について、私は岸田総理が語られたこと、語る資格があるのかしらと、実は思ってしまいました。 政治の信頼なくして憲法論議は成り立ちません、まあ、この中に関係者はいないと私は信じておりますけれども、しっかりとやはり政治の信頼を取り戻す、これは憲法の論議の土台になるということを申し上げて、私の発言を終わりますろ田潮田博明君、えー、公明党の塩田博明でございます。 緊急集会と議員任期の延長について意見を申し上げます参議院の緊急集会について衆議院の憲法審査会では任意が憲法の重要な原則であり例外的に一員による緊急集会を認めているにすぎずその活動期間等は限定的と解釈すべきという意見が述べられましたそして緊急集会の期間や 権限について現時点では何も歯止めがない状態であり拡大解釈は危険との指摘もなされていますその上で緊急集会ですべて対応するのではなく憲法改正により衆議院議員の任期を延長して任性を維持する方が権力分立と国民主権の観点から優れているとの指摘がなされています しかしながら、まあ、そもそも憲法制定時の帝国議会において、金森大臣は、緊急集会について、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために、政府の一存で行う処置を極力防止しようとするものであると答弁しております。まあ、つまり、緊急集会は権力分立と国民主権を保つために設けられた制度なのです。 さらに本審査会で5月に同意参考人が指摘したとおり緊急集会の開催を要求し案件を提示する権限を持つのは衆議院に基礎を置く内閣ですその内閣を統制するための審議議決権を参議院に認めるだけでなく事後の同意権を衆議院にも衆議院に持たせることで内閣衆議院 参議院それぞれの権力が分立し互いに抑制することによってバランスを取ることができる制度設計となっています一方議員任期の延長については長谷部参考人からそのリスクについて指摘がありました衆議院議員の任期が延長された場合選挙で選ばれていない衆議院議員のいる状況であるにもかかわらず 国会の権限が行使され、通常時と変わらずに法律制定ができるようになり、緊急時の名を借りて、通常時の法制度そのものを大きく揺るがすような法律が次々に制定されるリスクがあるということであります。まあ、つまり、権力、分立と国民主権の観点から、緊急集会と議員任期の延長のいずれが優れているとは言い切れず、 それぞれの優れた点や問題点を細やかに洗い出す必要があるのではないでしょうか。今後の本審査会におきましては、本年6月7日の本審査会において、我が会派の西田幹事が示した衆議院の解散後または任期満了前後に災害など緊急事態が発生した場合における対応策としての2案を含め、緊急集会の権限、 その活動期限議員任期の延長等についてさらなる議論がなされることを希望いたします合区の解消について意見を申し上げます合区について私ども公明党は特定の県のみがその県から議員を選出でき,るできない制度となっているため住民から多くの不満が出ていることを認識しており改める必要があるとの立場であります 参議院の選挙区を都道府県単位とすることで、合区の解消を図るべきとの意見もありますが、日本国憲法は衆参両議院の議員を全国民の代表としております。また、法の下の平等を踏まえれば、一人一人の投票価値はできるだけ平等であることが重要です。この二つを両立させるために、私ども公明党は兼ねており、全国を十一のブロック単位とする個人名投票による大選挙区制を提唱しております。 そうすることで、憲法が求める投票価値の平等をさらに追求しながら、参議院選挙区の持つ独自の地域代表的な性格と両立調和させること,がことを通じて、参議院全体としての全国民の代表としての性格を保つことが可能となります。今後も人口やその分布が変動することは避けられない状況の中で、頻繁に選挙の仕組みを変更する必要がない安定的な制度をさらに 追をしていく必要があるということを申し上げて私の発言を終わります井瀬直樹君日本維新の会の井瀬直樹です日本の意思決定はロジックでなく空気によって作られて動いていくとそれで良いのかというテーマで述べさせていただきます 憲法9条に自衛隊を明記する是非の議論が、今年四4月に衆議院の憲法審査会で行われました。ご承知のとおり、自衛隊は昭和25年に警察予備隊として発足してから、実に70年以上もその憲法上の位置づけが曖昧なまま今日に至っています。本日はこの曖昧さが、我が国の国際貢献を妨げ、防衛産業の発展を阻害する結果を招いてきたことを、防衛装備移転三原則の 歴史的経緯を振り返りながらお話したいと思います。昭和25年から始まった朝鮮戦争の中で、当時の GHQ の生産許可を得て、日本の防衛産業は兵器や砲弾の製造を行いました。その結果、日本はいわゆる朝鮮特需で戦後復興を果たします。その後、1960年代に東南アジア等への輸出も行われていましたが、東大が開発したロケットがユーゴスラビアに輸出された件をきっかけとして、 共産権諸国、国連金融国、国際紛争当事国等への武器輸出を禁止するといわゆる武器輸出三原則が、佐藤総理の国会答弁として、1967年に表明されました。お配りした資料、ちょっと見てください。えー、資料の一番左の部分です。この時まで輸出禁止地域以外への武器輸出は可能とされていたのですが、 野党からの批判を受けて、通産省が慎重に対応するようになり、民間機 YS11 のフィリピン軍への輸出にも否定的な方針を立てたりしました。武器輸出三原則は、法律で規定されたものではありませんでしたが、外為法上の輸出許可品目となっており、その許可権限は当時、通産大臣が持っています。当時も民間産業界には武器輸出や国際共同開発のニーズはありましたが、 それにもかかわらず、国会での追及などを受け、徐々にその制約はきつくなりました。資料、左から2番目ですが、1976年の2月に、当時の三木内閣が武器輸出に関する統一見解を表明しました。このとき、三原則対象地域以外の地域については、憲法および外国為替および外国貿易管理法の精神にのっとり、武器の輸出を慎むものとすると。 慎むものとすると記述されたことで、これまで外為法の運用基準になかった武器輸出抑制政策が憲法およびと付け加えられたことにより、憲法の平和主義精神と結びつけられてしまったのです。その後、1981年に内閣法制局長官が、武器輸出三原則は憲法の平和主義の精神にのっとったものと答弁したり、83年に山中定則通産大臣が、 日本は人を殺傷するための武器を輸出する国に絶対してはいけないしならない答弁しました憲法との被没付けが明確な根拠もなく平和という言葉が無制限に膨張していきました日本という国は一旦強化された規範や規制を緩めるのは容易なことではありません資料の右側にありますがその後19 1983年以降 アメリカに対する武器技術の供与をはじめとする個別の例外化措置が18回行われ、また2011年12月の野田内閣において、防衛装備品等の海外移転に関する基準が官房長官談話として出され、例外化措置の類型化が行われましたが、曖昧なまま規範となってしまった実質的な原則全面禁止、例外として一部のみ認めるという政府の姿勢は変わりません。すなわち 禁止というネガリストの上にやれることを列挙するポジリスト型になってしまいました。2014年4月に安倍内閣において策定された防衛装備移転三原則は、この憲法との曖昧な結びつきを再構成しようとする試みでした。ここでようやく積極的平和主義を打ち出し、憲法における武器輸出の解釈を国際法上のものに近づけ、 1967年の佐藤総理の答弁に立ち返ろうとしたのですしかしその後実現した完成品輸出の成功例はフィリピンへの地上警戒完成レーダー輸出のたった一件のみですこの実態を改善すべく三原則の運用指針見直しが与党実務者協議において議論されていると聞いていますがなかなか議論が進まず憲法の平和主義の強悪な解釈に縛られているように思えます 本来、普遍的であるはずの国際平和主義が、我が日本においては憲法と奇妙に結びつき、武器を匹視する特殊な世界が生まれてしまいました。その結果、今般のウクライナ紛争においても、防衛装備品の支援すら十分に行えない、それできない理由として、これまた曖昧に三原則が持ち出されてしまう状況です。 このさから曖昧さから脱却して、我が国が国際法上の常識が通用する普通の国になるためにも、9条への自衛隊の明記をはじめとした明確化、憲法に実態を織り込むことがどうしても必要だと考えます。以上ですどううもありがとうございました磯崎哲次君 国民民主党新緑風会の磯崎哲司です。意見を述べさせていただきます。これまでの憲法審査会において、さまざまなテーマに関して議論が行われてまいりました。この直近1年では、参議院の緊急集会や選挙の一票の格差、合区問題について、それ以前では国会におけるオンライン審議、任意新しい人権、国民投票法改正などについて、集中的に意見交換や参考人質疑が行われてきています。 一つ一つが重要なテーマであり、丁寧な議論の積み重ねが重要だと考えています。こうした国会におけます議論に加えまして、国民民主党としても、憲法は国民のものであり、参加と公開が必要不可欠と考え、国民参加型フルオープンの会議体を党内に設け、議論を重ねてまいりました。 憲法学者をはじめ、多様な分野からの有識者の方々をお招きし、オンラインでのライブ配信を行うなど、双方向の意見交換を心がけ、フラットな対話を積み重ねることで、現時点における論点の整理を行い、2020年12月にその内容については公表をさせていただいているところであります。例えば、人権分野においては、憲法制定時には予測できなかった時代の変化に対応するため、 人権保障のアップデートが必要だと考えています特に人工知能とインターネット技術の融合が進む今国際社会では個人のスクワリングと差別の問題や国民のさまざまな行動に不当な影響を与えるネット広告の問題などが指摘されていますデジタル時代においても個人の自律的な意思決定を保障し民主主義の基礎を守っていくためデータ基本権などの議論を深めていくことが必要と考えます また、統治分野においては、誤数が少なく、規律密度が低いという日本国憲法の特徴がゆえ、時の権力による恣意的な解釈や運用を許しやすいという問題があると考えます。こうした点については、国民が求める大切なルールについては、明文化するなどの対応が考えられ、具体的には総理の解散権の制限や、臨時国会の招集期限の明文化などの議論が必要だと考えます。 また、近年におけます災害の多発化やコロナ禍で顕在化した課題を解決する観点から、緊急時における行政府の権限を統制するための対応策が必要と考えます。この点に関しましては、いかなる緊急事態においても、国会機能を維持し、権力を統制、分立することが重要であるとの考え方に基づき、日本維新の会、有志の会、国民民主党の三党派にて議論を深めることで、 衆議,院の衆議院の議員任期延長や、緊急事態の状況下における内閣の権限行使にあたって、国会の承認の必要性を明文化するなどの考えをまとめさせていただき、そして提案をさせていただいているところでもあります。以上、そうした私たちの問題意識の一例を申し上げましたが、国民民主党は憲法が定める基本原則、人権尊重、国民主権、 平和主義をこれからも守り続けるために、憲法の規範力を高めるための議論を続けていくことが重要と考え、重要と考え、こうした論点整理や提案を行ってまいりました。今後もさらなる技術科学技術の進歩や社会の変化、将来の起こりうる災害をはじめとした緊急事態に備え。 基本的人権を保障する観点で、私たちが何を想定し、どこまでを想定内として、そして統治体制をどのように整えていくのか、この憲法審査会で丁寧に議論を重ねていただけますことをお願い申し上げます。 また、本審査会で述べられている皆様の多様な意見について、より多くの国民の皆様により深くご理解をいただくためにも、今後の議論の参考とできるように、その内容を整理の上分かりやすく取りまとめていくなどの対応も必要と考えます。ぜひ、こうした点も今後、検討いただけますことをお願い申し上げまして、私の意見とさせていただきます山添拓君。日本共産党の山添拓です。 岸田首相は今国会の所信表明演説で、会見を先送りできない重要な課題と強調し、会見発議に向けた手続きを進めるための条文案の具体化にまで言及し、議論の加速を求めました。国会でお決めいただくことと断りながら、繰り返し会見論議を煽るのは、憲法尊重擁護義務を踏みにじるもので、そもそも許されません。月刊誌のインタビューで岸田首相は、自衛隊名義は安倍元総理が提起された重要な論点ですと語り、 救助への自衛隊名機を焦点に据えています昨年12月に閣議決定した安保三文書に基づき、空前の大軍拡を進める自衛隊を憲法に位置づけようとするものです。敵基地攻撃能力の名で導入が狙われるのは、射程3000キロ、マッハ5で飛ぶ極超音速ミサイルなど、他国領土の奥深くに攻め込む長射程ミサイルです。専守防衛と相入れず、他国に脅威を与える軍事大国となることは明瞭です。日米一体化のもと、 自衛隊が米軍の先制攻撃に集団的自衛権で参戦することになりかねず、その結果は日本への報復攻撃による国土の焦土化です。歴代政府の見解を説明もなく180度転換し、敵基地攻撃能力を保有に突き進むのは、立憲主義を破壊する暴挙というほかありません。戦闘機など殺傷兵器の輸出解禁の議論が秘密裏に進められています。国際紛争を助長する武器輸出は行わないとしてきた日本国憲法の下での平和主義を投げ捨て、 市の承認国家へ堕落することは断じて許されませんパレスチナガザ地区でイスラエル軍が戦闘を再開し、学校や難民キャンプを攻撃しています。北部から南部へ、南部からさらに南へ、住民に退避勧告を出し、移動を強制しています。病院は人であふれ、国連のグテーレス事務総長は、ガザに安全なところはどこにもないと訴えています。ジェノサイド、集団殺害を絶対に許してはなりません。ハマスが人質を解放すべきことは言うまでもありません。 同時に日本政府がイスラエル軍の国際人道法違反を批判せず、即時停戦をいまだに求めようともしないのは、人道危機の回避よりアメリカへの追随を優先する異常な姿です。戦闘の一時的休止では深刻な人道状況を打開できません。攻撃の中止とともに、即時停戦のための協議を直ちに求めるべきです。全世界のの国民が、等しく恐怖ととから免れ、平和のうちに生存すするるる、権利を有すると考える 憲法を持つ日本こそ積極的な役割を果たすべきです国際社会の現実は武力では平和を築けないことを示しています安全保障といえば軍事的抑止力という呪縛から抜け出すべきです日本共産党はアセアンと協力して東アジアを戦争の心配のない地域にする外交ビジョンを掲げてきました排他的なブロック政治ではなく地域のすべての国を包摂する平和の枠組みで対話と協力の地域をつくる 東アジアでは現に、東南アジアでは現にその努力が重ねられています。憲法9条を生かした外交で平和への展望を開くべきです。政治は今、物価高騰にあえぐ暮らしと経済を支え、世界でも日本でも戦争を起こさせないために力を尽くすべきです。戸籍上の性別変更にあたり、生殖不能とする手術要件を犯す現行法を違憲とする最高裁判決が出されました。生活保護費の基準引き下げをめぐり、 決定の取り消しと国家賠償を認める初の交際判決が出されています憲法が保障する自由と権利を充実したものとするために政治は自らの姿勢を改めるべきですましてや憲法破壊を重ね平和も暮らしも脅かす大軍閣を進め憲法の求める外交に背を向ける政治に改憲を語る資格などありません10月の NHK 世論調査で岸田内閣が最優先で取り組むべきこととして憲法改正を挙げた人は4%に過ぎません国民の多くが 会見を政治の優先課題として求めていません先ほどの自民党からの発言では最初に挙げられた合区解消問題ですらまずは改革協での議論の進展を見てはどうかというものでした今憲法審査会を動かすべきではないということを改めて強調し意見といたします大島久雄君はい大島久雄でございます憲法に対する考え方について令和新選組の意見を申し上げます 1> 約1年前の党審査会で、我が会派の山本太郎代表は、当時の世論調査で、国政において国民が求める課題は、物価高、経済対策が1位で42.6%、憲法改正は5位で5.6%に過ぎないと指摘しました。今年10月の世論調査では、さらに差が開き、物価高対策を含む経済政策が1位で50%、憲法改正は6位でわずか4%となっています。 国民が求め続けているのは憲法改正ではなく憲法が保障する製造権や幸福追求権を脅かしている物価高への対策であることは明らかです。岸田総理は物価高対策として所得税、住民税の増収分を国民に還元するとしていますがインパクトもスピード感もありません。我が会派は繰り返し主張しておりますが法人税減税とセットで増税されてきた消費税の廃止。 つまり、負担を減らし、使えるお金を増やす、これこそが最も国民が実感しやすく、ふさわしい物価高対策ではありませんか。先日の予算委員会で、山本代表が岸田総理になぜ消費税を減税廃止しないのか問いましたけれども、説得力あるご答弁はいただけませんでした。また、最近、再びガソリン税のトリガー条項が話題になっておりますが、我が会派は消費税の廃止に加え、 そもそものガソリン税ゼロを主張しておりますそうすれば車が必需品である地方における生活の負担軽減物流コストの軽減による物価高の抑制になります先ほどご紹介した今年10月の世論調査の第2位は少子化対策でした自民党は教育充実についてという改憲条文イメージで平成30年に発表しておりますが また岸田総理は異次元の少子化対策を挙げているところでもあります。しかし、これらについて我が会派の意見を申し上げます。まず、教育の充実や少子化対策のために憲法改正が必要か否かについて、我が会派はこれらの施策は現行法の運用や改正で十分対応できるものであるため、憲法改正は不要と考えています次にに少子化対策の中身についてです。 今年3月に実施された九州の地方紙4紙の合同アンケートによると、重視する子ども施策は世帯収入の高に関係なく、教育費支出と答えた人が多く、その割合は5割強と突出し、重い負担感を訴える声が相次いだとのことであります。 政府の子ども未来戦略方針の加速化プランでは、奨学金制度の充実と授業料後払い制度の創設などが掲げられていますが、これで本当に教育費の負担の軽減になるのでしょうか。我が会派は、本当の教育の無償化、つまり、学ぶ気があれば借金せずに大学まで無料で行ける社会をつくるための大学院までの教育無償化、すでに奨学金で借金を負った人々の返済を免除する奨学金特性令を以前から主張しております。 加えて我が会派としては、このような教育の無償化だけではなく、フリースクールといった民間での教育についても国が支援すべきと思っていますし、教育に民間の力を生かすことも必要だと考えています。次に、安全保障について、我が会派は集団的自衛権は憲法上認められないとの立場です。政府も従来、そのような解釈でしたが、安倍政権時にも憲法改正もせずに、 閣議決定で解釈変更し、強行採決で立法化しました。憲法を飛び越えた立法は許されず、集団的自衛権の行使を盛り込んだ一連の法改正は白紙撤回すべきです。また、米国の顔色をうかがって、核兵器禁止条約の参加を決断できないのは、世界で唯一の戦争被爆国である日本にとって情けないことです。速やかに核兵器禁止条約に署名批准するべきです。また議員任期のの延長会見の 根拠とされている参議院の緊急集会が70日間前提の平時の制度という見解は立憲主義に反する異論であり、党関係には残酷反対をいたします。以上憲法に対する 考え方を申し上げました。山本代表も党審査会で繰り返し指摘をしておりますが、先祖権や幸福追求権といった憲法に規定された基本的人権が憲法の趣旨のとおり保障されているか、憲法違反が生じていないかを調査することこそが党審査会の役割であります。憲法は、あ、国民は憲法改正を求めていません。国民が求めているのは憲法が保障する基本的人権の充実、意見状態の是正であり、そのことについて党審査会は議論すべきと申し上げて、私の失言を終わります。発言を終わります。失礼しました。 <laughs> 以上で各会派の意見表明は終了いたしました。